大丈夫ですか？謎が解けたって命がなくなったら元も子もないでしょう。僕にもできることはある。静かに、ここは病院ですよ。出て行け外国人。公安局勤務だ。ことを荒立てたくない。つうか貞子じゃねえんだろ。名前、え、貞子だろ。黒沼貞子。いや、こないだ千鶴に覚えさせられたんだ。そう、どんな時でも何があっても立ち上がる。だから埼玉くんは心配いらないよ。そもそも彼はなりすましなんてそんなルール違反しないさ。ヒーローだからね。飲めや歌えやスピリット歌って踊って眠りこけ酒飲む夢を見せとくれ。皆殺しだ。一人もこっから逃がすな。何を言いやがるクソボケ。クビになるのは多いじゃない。貴様よ、とある魔術のインデックスの新刊はねえのか。ドタチンがラノベに関心を。ほとんど俺には分からねえ世界だが、あれはなかなか面白かった。何が言いたいんだ。塩とかないの。食べる気か。あ、ちょっと誤解があってな。本当はあいつ宮沢和人じゃないんだ。悪いが俺で我慢してくれ。君という人がいながらそんなことするわけないだろ。ああ、いや、よし。研磨なら気づいてるのかと思ったぜ。お前も熱くなると周りが見えなくなるんだね。なよ、お前お起きてんじゃねえか。さてはタヌキ寝入りか。話そらそうとすんな。今あんた私の胸に触ろうとしたでしょ。して、始めるか。サトシはなんでこれを俺だと。力は獰猛なライオンが優しい女性にコントロールされている絵に象徴される。サトシのやつ、俺はあいつらにコントロールされているわけじゃない。姉貴にしてもチタンダにしてもイリスにしてもだな。とりあえず今日の経験を踏まえて書いてみたんだが、どう思う。遅くなり申し訳ありません。リリチオ様に銃口を向けましたね。常に選ばれ、それを勝手に手放してきたお前には絶対にわからない。やめろ。誰が師匠だ。師匠、師匠だって。師匠と呼ばせるなんて思い上がりもいいところ。うるせえ、こいつが勝手に呼んだんだ。俺はいくらでも迷惑をかけられてもいい。お前は友達だからな。山の怒り、ひょっとして君は石化からの復活者じゃなく何世代目なんだい。さよならだ。なんでガキがこんなところにいる。まあいい、お前の体よこしな。俺様が使ってやる。俺は特に何もしない。昨日も同じようなこと言いましたけど、要はナンバーワンのプロデュースですよね。貴様、俺は楽したいんですよ、ほんと。適当にダラダラパトロールして今日も何もなかったと管を巻いて床に着く。これ最高の生活。ヒーローが暇を持て余す世の中にしたいんです。何をやったってしくじるもんなのさ。ゲス野郎はな。アリーベデルチ。よし、なら鬼と契約するか。で、前線に出してやる。え、マジで。ああ、そうしよう。訓練間に合ってなくてもいいや。死んだらお前の責任な。アイスメイクシールド、アイスメイク、アイスインパクト。スペックの違う CAD の設定をコピーするのはあまりお勧めできないんですが、仕方ありませんね。安全第一でいきましょう。